早稲田大学商学部の英語をやっていきたいと思います。これはよく出る。スポーンはこれ早稲田校の授業でも言ってると思うんですけど、何度も出題されてるから、なんだこの問題。ガリガリ君が値段上げてごめんなさい、うまい棒が値段上げてごめんなさい。で次エアバンフロー出たじゃん。またここで始まりました。もちチャンネル。さあやってみましょう。早稲田大学商学部の英語をやっていきたいと思います。なんか難しい難しいっていう声が多かったですけど、そんなことないと思いますね。簡単な方だと思います、早稲田の中では。もちろん単語が難しかったり表現が難しかったり厄介なものもありますが、教育より難かったよって声は来ました。いや、教育の方が全然難しいですね。今年はまだ葉月の動画出してないかな。うん、葉月も言ってました、教育の方が全然難しかったと。商学部より。その通りだと思います、自分自身も。はい、では行きます。最初が会話問題ですね。How's everything going? Not too bad. How about you? なんで、Never been better ですね。はい。もう最高ってやつです。後ろにいいこと書いてあったからね。We've already gotten several applications って書いてあったからね。なんでわかると思います。次が、そのうまくいったに対する返事なんで、I'm glad to hear that っていうのを入れれば OK です。で、次が3がちょっと難しいね。It should be fine. 大丈夫だと思うっていうのは、5番の方が That sounds good to me っていうのがぴったりだから、ここだけだとどっちかなって自分自身はなったんですね。ただ5は、ah, that sounds good to me だから、こっちがいいだなっていうふうに思いました。で、4番が、point taken ですね。まあその通りとか、了解ってやつですね。これはまあ表現知らないとちょっとむずいかな。次言い換えは、tied up。これは知っといてください。busy ってことですよね。はい。なんで、otherwise engaged ですね。他のことで忙しいです。で、次が、go the extra mile ですね。これもどっかの問題で見たことがあるな。一層の努力が必要っていうので、take pains が正解。で、次は on the same page。これは知らなきゃダメです。はい。同じページでいるってことは、同じ意見だよってことです。in agreement が正解。次、はい。日本語を完成させる。全く届かなかったとしても驚きませんでしたっていうので、まあ、仮定法入れれば大丈夫ですね。I would not have been surprised if we had not received any applications ってことね。まあ、会話は、まあ、表現知ってれば簡単だけど、知らなかったらちょっとむずいかな。はい、続いて、セルフチェックアウトシステムね。そう、セルフチェックアウトの機械ってあるじゃないですか。スーパーとかに。で、あれが、みんな嫌いなのに、なんであるのってやつね。はい、最初が、セルフチェックアウトシステムっていうのは、すごいネガティブに捉えてたよね。だから、complicated が一番ぴったり。で、次が、not raised as a problem with self-checkout は、it leads to a job loss はあり得るだろうけど、本文では出てきてないね。次は、why did many supermarkets begin to use self-checkout は、reduce expenditures。経費減らさなきゃいけないって話でした。で、次、言い換えですね。まず最初、spawn ですね。これはよく出る。スポーンはこれ早稲田の授業でも言ってると思うんですけど、何度も出題されてるから、プロデュースの意味ですね。卵を産むんですよ。で次インカー、こむる、これも出てきてますね、何度か。だからエンカウンターがぴったり。で次がバークアッツですね。はい、バークってこれ尻込みする、躊躇するってやつなんですけど、まあそれと言い換えなれるんだったら、この中だったらレジストでしょうね。次は get go ですね。 get go っていうのは初めのことですね。 from the get go で from the start ですから D。 で次は invariably、 これもめちゃめちゃよく出てきますね。いつもとかなんで regularly が正解。変わらないんで vary しない。次がタイトルは nobody likes self checkout、 here's why it's everywhere。 そうです、嫌いなのになんでいっぱいあんのよ。はい、次書き換えをするやつですね。 This raises the question why is this often problematic and loveThe technology taking over retail。 なんか間接疑問的に変えるやつでしたって言っていろいろ情報いただいたんですけど、グランダ question is why this often problematic and loved technology is taking over retail。 なんもむずくなくないですか。ただ語順変えりゃいいだけでしょ。なんだこの問題って思った。次ですね。はい。日本のインフレで、そのインフレしてる中で謝罪するっていうね、この文化。だからガリガリ君の話でガリガリ君が値段上げてごめんなさい、うまい棒が値段上げてごめんなさい、ほんのちょっとのことで日本人謝罪。最初が空欄に入るやつだったよね。Price change will typically be accompanied by a serving of humble pie ですね。屈辱ってやつだね。まあちょっとむずいかな。あ、でもまあ意味がわかんなくても accompanied by なんじゃないかなっていう推測はできるよね。で次は as if です。はい。まあ構造をちゃんと取れば、いけるかなと思いますね。まあ文頭に来てるんでちょっと難かったかな。で C が後悔の remorse。 Sure it's remorse for raisingThe price of everything っていうのでごめんなさい、値段上げちゃって。で次が litter ですね。はい、scatter じゃないですか。 litter contrite、 ああこれは難しいけど、まあ文脈で regretful だってわかりますね。次も go to strategy ってこれ reliable strategy ですね。はい、頼りになるものっていうね。まあ表現むずいよね。で次はそれぞれ A から F 埋めていくやつ、A から A ですね。まあ最初が C でしょ。 apologize するんだいつもっていう話で、次がもう basic manners であると、日本の wear assets かかってた。で U があなたの問題じゃなくても謝るのがいいって。で A が companies still making efforts っ
to be sensitive ね、はい、これは、うん、文脈いけるし次が What did a well-known Japanese、popsicle maker do when it increased its price a few years ago? これがガリガリ君の値段上げたやつ、ね、いかんですって言って C ですね、はい、Great regret How did many people respond when they learned about うまい棒's price hike?でそう全然値段上がってなかったんだよ昔から発売開始からっていうのでびっくりっていうので D でしょ次 Which of the following best paraphrase the respondent's opinion? Apologies make customers feel like continuing to support companies that offer them そうなんですよ謝罪することによってみんなサポートしようと思うんだよね日本だよね次 The governor of the Bank of Japan was criticized recently because he said consumers had started to become more open to price increases そうですねこの値段が上がることを受け入れてくれてますよみたいな、ね、いやいやそんなことあるかってね次は並べかまあ、そうざっと構文でいけるだろうっていうのができたと思うんですね。ただ、補わなきゃいけないんだよね。to が足りないね。We can continue to ensure the survival of the snack industry ですね。まあ、意味はこれもう分かってるので、その意味分かった状態でバババババッと組み立ててって、あれ、continue の ensure もあるし、動詞2つあるから、なんか足らんなっていうふうに思えたかどうかですね。はい、次、大問4。副症状は、まあ、be blamed for stalling weight loss ですね。あ、そうですね。これは原因ってやつですけど、ある人は、ね、エクササイズした後にそんなにお腹空かないけど、また別の人はエクササイズした後にめっちゃ腹減るっていう、そう話ね。その違いは一体何なんだってやつでしょ。で、次、ebb and flow 出たじゃん、また。前、ups and downs だったっけ。なんか、どっかの問題で出てたよね。もう2回目じゃないですか。やっぱり同じ年でもね、同じような問題出るんですよ。で、次、deinjected with ですね。この謎の、なんだっけ、ラックなんとかだっけ。それをマイスに入れるんだよね。で、次はどっちなのか、あの、走ってる、30分くらい走ってるやつだっけ ?90 分か。90分走ってるのが continuous の方でしょ。で、sprints の方が30秒だから intermittent ですね。で、次は、このラックフィーだっけ、あれの in action 稼働してるってやつね。物質みたいなやつよね。次が、言い換え。ストマック。ああ、むずいかもね。tolerate ね、我慢。エクササイズした後にめっちゃお腹すく人もいれば全然そんなお腹すかない人もいるわけです。次、embark on は知らなきゃダメです。embark on は initiate 始める基礎ですね。いや、stifle。あ、これもどっか出たことあるでしょ。抑制するってやつね。suppress です。で、次が induce。induce は基礎ですね。bring about だから、A が正解。ここはできてほしいかな。次、researchers are now uncovering the biological reasons why exercise A ですね。can arouse or suppress hunger depending partly on the type of activity。そうです。だから激しい運動した時とかゆっくりな運動した時でそのお腹すくっていうのが違うってやつね。それから The initial study showed that the anti-hunger molecule assisted markers for diabetes to improve and weight and fat mass to drop。 まあこれは書いてありました。次が The author doesn't have an appetite after vigorous exercise but feels very hungry after long slow exercise。 あ、これがまあメイン的なところだよね。すごい激しい運動した時は全然お腹すかないんだけど長いゆっくりな運動した場合はすごいお腹すくよってやつです。で次が Wallace says that more lack feeis generally produced if we work harder. 一生懸命やった時にそいつが出てくる。で、そいつが出てくるとお腹空かない。で、タイトルが Is your workout ruining your diet? そう、ダイエット。まあ、まさにこれじゃないですか。ゆっくりやったら太っちゃうんだよ、結局。でも激しいやつだったら食欲がなくなる。はい、次が、まあ、不要な語があるバージョンですけど、hold the key to ing。ほら、これもやってますよ。key to ing は出るんだよ。うん、整合問題とかでも出たことあるんで、key to understanding how exercise could aid weight loss。ね、はい、weight loss の助けになるか。っていうのを理解するその key。次、大問5いきますね。はい。tantamount to ですから同じなんですよ。as serious as ね。で、次は発想だから問題ですね。次が drove。あ、こっちの drove ね。ただまあ、状況がわかるように人がいっぱい来てるっていうので、swarm、群れ。trajectory は簡単ですね。軌道だから。だから track。で、外国でね、iPhone 盗まれちゃって、で、その iPhone が実は中国にあって、写真撮ってるとそのデータが iCloud に上げられてって、自分のね、新しい iPhone に出てくる。一体何が起こったんだって言って、この人を探してますみたいなのをネット上に上げたら、ブワーって一気にめちゃめちゃバズって、で、この二人が、その中国の人ね、別に盗んだわけじゃなかったんですよ、その中国人の人。それでいろんなやりとりして、中国行って会うっていう話ね。はい、だから知らない写真が出てきたんで、エイリアンピクチャーズでしょ。で、次は to that end、その目的のためにですね。で、お互いがこう、インタラクションズを繰り返して、で、その中国人の人は別にもらいもんだったから、イノセントだって分かって、で、次が、they constitute interrelated nodes。だから、こう、くっつけるところですが、ほら、出たじゃないですか。これも、ね、和製語の授業でも言ってますが、constitute は、B 動詞の硬い版だと思いなさいってですね。はい。これ SFC 好きですよ。で、パッセージによると、D ね。most victims of cell phone theft do not try to search for their stolen phones。そうですね、探そうとしない。and purchase a new one as soon as possible。そうですね、すぐに買うと。私も、オーストラリアで盗まれた時は買いましたよ。iPod Touch を買いましたけど。次が C で、Matt and Lee had become friends with each other through frequent message
exchanges before they met in China in person. そうです。直接会う前に友達になりました。次が、The author of this passage emphasizes that ですね。これを強調してます。The story of the missing iPhone is a good illustration of how the interconnection of globalization today can be viewed. そう。グローバライゼーションでね、こうみんなが新しい形だよね。仲良くなるっていうね。Interrelated social forms とかって言ってたよね。次は並べ替えて、Chinese people offering him help in finding orange man ですね。はい。オレンジ面を探そうとして。これも文脈で意味は分かってるんで、その形を作れば OK。で、次は This Tutorial Venture っていうので、これ英語を教えてるって言ってたから。これめちゃめちゃ簡単じゃん。だって直前だもん。Teaching them English using video posts ですから。はい。簡単だったと思いますよ、結構。もちろん、一筋縄ではいけないけどね。知識があれば非常に読みやすかったと思います。はい。受けた皆様お疲れ様でした。はい。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.